アイテム番号、SCP-881、JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-881、JP はサイト、8181にあるオブジェクト収容コンテナに収容されています。コンテナ内に設置された監視カメラを用いて収容の確認が行われますが、監視カメラの映像を研究員が閲覧することは許可されておらず、収容確認はコンピュータを用いて自動化されています。またサイト、8181において発生した事案を受け、現在 SCP-881、JP の視認実験及び SCP-881、JP-1 へのインタビューは全て禁止されています。説明、SCP-881、JP は長さ15センチメートル、直径3センチメートルのプラスチック製円筒に紐がついた、いわゆるダイナマイトの外見を模した物体です。調査により SCP-881、JP の円筒部について内部は空洞、外枠も一般的なプラスチックと同様であり、また導火線を模したとされる紐も実際の導火線ではなく麻紐であることが判明しています。SCP-881、JP の異常性はこれを直接、あるいはカメラ等を通じて間接的に視認した人間、以下 SCP-881、JP-1 に指定、に対し発現します。SCP-881、JP-1 は SCP-881、JP に対し極度の恐怖を示しパニック症状に陥るとともに周辺人物に SCP-881、JP の対処を懇願し、その後視認以前に保持していた語彙力及び問題解決能力の一部を喪失します。SCP-881、JP-1 のパニック症状は時間とともに収まり、B クラス記憶処理を施すことで問題解決能力の回復が、さらにその後再学習を行うことで語彙力の回復が見られることも実験によって確認されています。語彙力の喪失について、コミュニケーションを行う際に用いられる形容詞がすべて、やばい、という一つの形容詞に集約されます。形容された物品がどのように、やばい、の型書に詳細な意味を求められても、やばい、という形容詞のみが返答されます。次に問題解決能力の喪失について、ここでの問題解決能力とは、何らかの問題に対し、事前の知識や感覚から解決策を導き出す能力、を指します。この問題解決能力の喪失は視認時間とともに段階的に進み、その症状はおおよそ2つの段階に分けることができます。初期段階では前提知識や類似的な問題との接触経験がない問題に対し、何らかの解決策を提示する能力を喪失します。この段階では直感による解決策の導出が不可能になったと考えられ、いわゆる、感が鈍る、といった状態に近くなります。この状態でさらに視認を続けた場合 SCP-881、JP-1 は徐々に前提知識や類似的な問題との接触経験がある問題に対しても何らかの解決策を提示する能力を喪失し、この段階で推論による問題解決が不可能になったと考えられます。SCP-881、JP-1 は他者に止められるまで SCP-881、JP から視線を離すことができなくなり、この理由について SCP-881、JP-1 によると目を離した場合、やばい、ことになる可能性があるからと報告されています。この報告に加えて SCP-881、JP 視認中に、助けを呼ぶ、という解決策を実行できていることから、問題解決能力の喪失は視認を中断した瞬間に発生するのではないかと考えられています。同様に語彙力の喪失は視認中断時に発生し、視認中の、やばい、という形容は被験者が感じる恐怖とパニック症状に起因するものではないかとの推測もありますが、語彙力の喪失に起因する、やばい、という形容と恐怖に起因する、やばい、という形容を言語的に分離することはできないためこの点については未だ確定していません。SCP-881、JP は2000年、月、日、県、市の、幼稚園で発見されました。当初、教室でヤバいものが発見された、との通報を受けその説明の不可解さから警察に扮したエージェント、が調査。その後エージェント、から緊急の機動部隊出動要請が出され機動部隊が急行し、
最初にオブジェクトを発見した機動部隊員がオブジェクトを目視した段階で異常性に暴露したため、視覚を通じて認識災害を与えるオブジェクトであることが判明しました。回収、収容された後関係者や児童とインタビューが行われましたが出現経緯については情報を得られず、オブジェクトの影響を受けた者に B クラス記憶処理を施した上でカバーストーリー、児童が拾った危険物の回収を適用しました。インタビュー3、日付2000年、月、日。対象、D、881、1。インタビュアー、博士。録音開始、2000年、月、日。ただいまより実験を開始します。D、881、1聞こえますか？聞こえてますよ。このコンテナの中身を確認すればいいんですよね。そうです。我々がコンテナの開閉を行いますので。コンテナが閉まるまで確認を続けてください。了解っす。俺は準備できてるんでいつでもどうぞ。では開きます。コンテナの扉が開かれる。ちょっと待ってくれ。なんだよこれ聞いてねえよ。なんでこんなやばいものがあるんだよ。おい先生あんた聞こえてるんだろ。聞こえてるなら返事しやがれ。クソ。罵倒。おい誰かいないのか。おーおい。畜生どうすんだこれどうすんだよこんなクソやばい実験だなんて聞いてねえよ。おい先生、助けに来てくれよ。頼むよ。なんとかしてくれよ。以降20分間 D、881、1はパニック症状に陥り罵倒と救援依頼を繰り返す。この後コンテナは閉じられ D、881、1は職員にインタビュー用の別室へ連行される。それではただいまよりインタビューを開始します。おいあんた、インタビューなんかやってる場合じゃねえだろ。あんなクソやばいものとっととどうにかしないと本当にやばいことになるぞ。D、881、1落ち着いてください。SCP-881、JP については我々が常に監視を行っています。いや監視するとかしないとかじゃなくて、とにかくあんなヤバいもの今すぐ何とかしないと絶対ヤバいって。もう一度言います。D-881、1落ち着いてください。SCP-881、JP を安全に収容するため、私たちは今あなたにインタビューする必要があるんです。まず SCP-881、JP はどのような物体でしたか？どのようなって、とにかくやばくて、やばくて、やばかったよ。そうですか。では質問を変えましょう。以前掛け算を習った経験はありますか？あんたふざけてんのか？ふざけていません。質問に答えてください。あるよ。あるに決まってんだろ。結構です。2×3 は？ 6。はい。それでは次に 1111×3 は？ええ、わかんねえな。そんな問題解いたことねえもん。答えは3333です。では 2222×3 は？いや、わかんねえ。なあ、やっぱこんなことより今すぐあのクソヤバいのなんとかしないとヤバいって先生。録音終了、2000年、月、日。結果。この後同様に簡単な前提知識と推論から答えを導き出せる四則演算を提示しましたが、D-881-1 は一度解いた経験のある問題と全く同じ問題以外どの問題も解くことができませんでした。また記憶処理と再学習を行った結果、D-881-1 の語彙力と問題解決能力には回復の傾向が見られました。分析。SCP-881、JP の回収時にこれを視認したエージェントと機動部隊員で症状が違っていたが、視認した時間がより長かったであろうエージェントと近い症状が D-881-1 には見受けられた。やはり観察時間が長ければ長いほど症状が悪化すると見ていいだろう。掛け算の質問から分かった通り、クックのような一度は解いた記憶のある問題は回答できるが、解いた記憶のない問題は以前解いた問題を少しいじっただけで解けなくなってしまうらしい。博士。ホイ1、2000年、月、日に実施されたインタビュー実験3、4が終了した4時間後。SCP-881、JP の研究担当職員を中心にサイト、8181研究職員のおよそ3分の1において、SCP-881、JP-1 に見られる、ヤバい、への語彙集約が確認されました。インタビューを直接行っていた、博士やインタビュー音声を確認していた研究担当職員が語彙集約に2時間戦し、
そこからさらに広がったものと考えられます。研究担当職員がこの伝染性に気づかなかった原因として、収容時に行われたエージェント、機動部隊員、その他暴露者との通信やインタビューを経て、博士が誤嚥集約を発症しなかったため、SCP-881-JP 死人以外の精神影響の可能性が低いと判断されていたことが挙げられています。またこれらの誤嚥集約は SCP-881-JP-1-N 次感染者を含む、の発話を聞いた人間に伝染することが確認されており、その後の実験で伝染に要する発話の時間は個々人で差があるものの、最短2分、最長でもおよそ2時間の発話を聞いた時点で感染することが報告されています。そのため多数の SCP-881-JP-1 の発話を同時に耳にした場合感染までの時間が飛躍的に短縮され、このような突発的大規模感染が発生したと推測されます。この誤嚥集約事案は、幼稚園に教諭として潜入し暴露者の誤嚥の再学習を任されていたエージェントが、博士と連絡を取った際、博士の返答が尻滅裂であったことから発覚。即座にサイト管理者に報告され、サイト8181における人員の出入り及び外部通信が完全に遮断されました。その後サイト管理者が作成した語彙力判定テストをサイト8181の全職員に解かせ、異常を示した職員を対象に B クラス記憶処理と語彙の再学習を行った結果サイト8181における事態は収束しました。さらに2000年月日にサイト8181から出た職員、あるいはサイト8181の職員と通信を行った外部職員にも同様の語彙力判定テストを実施しましたが、全員が異常性を示さなかったため外部への感染拡大は発生しなかったものと考えられています。ほいに、2000年以降、一部の若者に、やばい、という形容詞を多用する傾向が見られました。この傾向について調査したところ必ずしも全ての形容詞が、やばい、に集約されているわけではなく、上述事案で確認された語彙集約及びその伝染性が変質したものであるか否か。そもそもこの傾向と SCP-881-JP に関係があるか否かについては未だ不明ですが、もしこの傾向が SCP-881-JP に由来するものであった場合、語彙力及び問題解決能力の喪失に起因する AK クラス世界終焉シナリオが発生する可能性を有するため何らかの対策を講じる必要があり、現在まで具体的な対策が検討され続けています。